ます。アスピーテラインをドライブします。アスピーってなんだろうって調べてみましたら、縦状火山ということです。勇者が持つ最初の道具でね、奇変に盾っていう字だったので、最初に勇者が持ついっちゃん弱いやつ。まだ勇者とも言えないよね。まだね、駆け出し。そうだからね、剣持った、アスピーテ持った、ハンカチは、ティッシュはって言われちゃうんだよね。そう、お母さんに勇者なのに。途中になんか沼があるという看板を見たので立ち寄ってみます。なんて読むのかな、沼。まあ、こちらの駐車場に停めて20分ほど歩いたら沼があるそうです。行ってみます。綺麗だね。取れてるかな、今ね、高くして、うん、赤沼って名前です。全然赤くないです。なんか五色沼とも書いてあった。なんか五色にも、あ、そうだ ね五色沼、赤沼、赤くはないね。でも赤にもあるの、綺麗です。いや、ここまでこんな近くでね、透明だよね。この辺見ていただけると少し水に沈んでいる部分がすごく透明に、いや、また日が出てくると一段高いと登ってみました。うわー、こちらは来てみてよかった。そして先ほどの色の違い分かりますかね、全然。こっちがバスクリーン入れてるぐらい。え、これなんかやばい時に鳴らすやつかな。熊来ちゃったらどうしよう。火が出てきました、火が出てきました、火が出てきました。あ、これ火を呼ぶ、お日様を呼ぶための鐘だ。いつも拝んでるね、うん、なんか神様いそうだから、一応ありがとうございましたって。いくよ、うん、やっほー、やっほも言えねえ。気持ちいいね。なんか響いた、響いた。頭に。あ、いや、
すごい今下が見渡せて雲がいい感じだったんだけど撮れなかった。撮れなかった。次源太岩です。源太、よ源太、パパと遊ぼうよ。僕源太じゃないよ。それ知ってる人少ないよ。頭からバリバリ食べてください。はい、あ、はい、はい、なんか虫、蜂みたいなのが飛んでます、ね、食べちゃダメだよ、はい、出してあげたいけどね、うん、うん、じゃあとりあえず食べようか、なんかいろいろね、黒豚のじゃいろいろあります。お願いします。順番に食べます、はい、お腹いっぱい食べました。はい、最終日の宿、最後のお宿、最後のお宿、小風草さんに来ました。最後のお宿、小風草さんに来ました。お風呂が硫黄泉、橋を渡って川の向こう岸に一個洞窟風呂、あとは内湯があります。二つずつに男女入れて四つ、男女入れてじゃない、なんかいろいろある、いろいろあります。でもお湯とっても気持ちよかったです。湯の花もいっぱいこうふわ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 してて、いい温泉だなぁというところですね。で、徳さんはなんか寝不足になってしまって、なのでお湯に浸かってリラックスしてご飯もしっかり食べて、今日は早めに休みたいと思います。何かありますか？川の音が大きくてほとんど声が拾えてない気がします。以上です。ガビーン！これくらいの音？で喋んないとダメ？まず外の音切らないとダメかな。ガビーン！